19名さんいらっしゃい。楽しんでってください。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんが、なめだるまさん、フォローありがとう。バッグ完成楽しみだな。バッグ早く届かねえかな。あれ？バッグなんだよ。26名さんいらっしゃい。30万ハードル高くない？マドウにプレゼントしていいの？プレゼントって何？レッツノートを買ってくれんの？ん？プレゼントって何？メロンさんいらっしゃい。何をプレゼントしてくれんの？30万ハードルめっちゃ高いよ。プレゼントしてもらえるとめっちゃありがたいんだけど。何？メロンさんお金持ちの？どういうこと？状況がよく分かってねえわ。え、マジでパソコン買ってくれんの？ガチで言ってんの？超助かるんだけど。雑誌？雑誌？雑誌をプレゼント？雑誌ってなんだ？いや、めちゃめちゃ嬉しいけど、なんかおすすめの雑誌あんの？うん。びっくりした。パソコン買ってくれんのかと思った。さすがにそんな甘くねえよな。40名さんいらっしゃい。まったりやってきましょう。びっくりしました。びっくりするよね。でもね、配信見てる人の中にお金持ち、ぶっ飛んだお金持ちとかいるから、気に入った配信者とかに結構惜しまない人とかもいるよ。うん。頑張ってるとね、結構応援してくれる人いる。うん。いや、買ってやるよ、みたいな。実際今俺が壊れちゃってるけど、今使ってるレッツノートは、実際支援してもらったやつだからね。ありがてえよな。
ああ、まあ、マゼヨルガナさんとか、まあ、有名だよね。有名、はい、支援者だよね。マズさんは。うん。マズさん結構いろんな人にして、プレゼントしてるからね。あと誰いる？将軍さんとか。将軍は川崎洋平と、あと誰だ？川崎洋平と、あと、春日か。で、あと、あれ、あの人も有名じゃん。なんだっけ。三島さんか。三島ゆららさんも有名だね。三島さんは俺のバックステージパスやってもらってたけど。三島さんも、鮫島さんに200万ぐらいプレゼントしてる。俺も三島さんに5、6万プレゼントされてる。マゼさんは俺の放送来てないよ。マゼさんは俺の放送見ない。うん、多分嫌いだと思うよ。マゼさんは俺のこと。俺は三島さんに何回か支援していただいたね。ゆららさん。前に支援要請来たやん。来てないよ。あれは偽物。あれは偽物のマゼヨルガナさんだね。うん。本物のマズさんはああいうことやんないよ。40名さんいらっしゃい。ふわっちもね、高額アイテム作ればいいのにね。1000円がマックスだもんな。3000円のあのお城とか良かったのにな。もっともっと高額作っていいと思う。サメちゃん本当に200万支援もらってたの？もらってたね、実際。うん。実際、しばらく遊んで暮らしてたよ、サメ島さん。ふわっちでも結構稼いでんじゃないかな。どうなんだろう。結構稼いでると思うよ。その人は三島さんっていう人だね。三島ゆららさんっていう結構有名な人。
といいワード2、モヌさんいらっしゃい。50名さんいらっしゃい。いいよね。配信者も、いい時代になったよね。稼げるから。おお、ケツの谷のナウシカいらっしゃい。こんばんは。いつもありがとう。いい時代になったよ。昔よりも稼ぎやすくなったと思う。クリーンな形でね、小じきっていう人も少なくなってきたし。支援者も気分次第だよ。そうだよ。髪の毛が元に戻ってる。あ、そうだね。うん。パソコンやばいね、ちょっと。自転車配信やってて、USB のところがもう壊れちゃってるし。もう買い替え時は買い替え時だから、パソコン手に入れないと。レッツノート。30万するんだよね。最新型が欲しいなと思ってて。大口の支援者探さないとね。太っ腹で大口の支援者。大変だよね。まあ消耗品だからね、パソコンは。しょうがないよね。パソコンはガチで消耗品だから。中古を手に入れても壊れるから、すぐ。中古は意味ないかなと思ってるね。うん。どうせ狙うなら新品かなって。今のパソコンも中古だから。目標にしてるのは新品の最新型レッツノートかな。プロ仕様の。それさえあれば5、6年大丈夫だからね。5年ぐらいは大丈夫だろうね。やっぱ配信者はね、仕事道具だから、パソコンは。大事に使わないと。チャリ配信やめよう。エセアカもね、ふわっちで月100万ぐらい稼いでるからな、なんだかんだ。ライバルに負けねえようにしないとな。彼女来てたよ。うん、彼女今後ろに寝てる。疲れてるみたい。かわいいよ。すやすや寝てる。ふわっちめちゃめちゃ稼いでるよ。和道だったらみんな、本当にふわっちリスナーに聞いたんだけど、和道だったら絶対月30稼げるって言ってる。で、嘘かよって思うじゃん。ぶっちゃけた話。みんな言うの。和道30絶対行くよって。で、嘘だろって思ってたけど、一週間放送して3万稼いだからね。一週間で3万だよ。超でかいでしょ。本当にね、いろんな人がね、アイテム投げてくれるからびっくりする。普通だったら囲い系の人しかアイテム投げないじゃん。ふわっちはね、そんなことなくて、結構気軽にポーンとアイテムくれるよ。ああ、ありがとうございます。実際手応えは感じてるかな。うん。まだ爆発はしてないと思ってる。だけど、一回跳ねたら、アイテム止まらなかったら、うん、稼げると思うね。それくらいサイトの設計がうまくできてるかな。ここのサイトは考えた人結構頭いいね。俺、ぶっちゃけた話、サイトが 50% 取るのないと思ってたの。実際の話。だけど、そんなことないわ。ここのサイトは広告費に金かけてるし、ポイント投げたらリスナーさんが報われるようになってる。うん。よかったよかった。本当にね、塵も積もればでね、本当ね、風船とかね、本当チャリンチャリン入ることによって、なんか、元気玉だよね。ぶっちゃけた話さ、なんだろう。
なんだ、キャスのさ、アイテムってさ、みんな課金してるけどさ、意味ないじゃん。いくら課金されても、ツイキャスは儲かるだけだけど、ふわっちは、ツイキャスみたいに広告？そうだよ、ニコ生の広告でお金もらえるみたいな感じだから。広告代わりにみんなアイテム投げてるから、すごいね、その、リスナーの目線と、運営の目線と、配信者の目線がすごくバランスがいいと思う。俺 50% 取られても全然納得できるもん。ツイッターとか見ててもふわっちの広告出るし、運営すげえ頑張ってる。ここは超好感持てるね。ふわっちの運営はほんと好感持てる。いいサイト。まだまだ伸びると思うよ、ふわっち。1年目でこんだけリスナー抱えてんのはすごいと思う。配信者と。下手したらね、ツイキャス食うんじゃねえかなと思ってるね。ツイキャスを超えるかもしんない。今乗ってるよ、ふわっちは。運営がやる気があるっていうのがすげえいいね。やる気ない運営だとね、配信者伸びないから。ありがとう、ナウシカさん。取りすぎ？ふわっち。そうかな？でもさ、リスワングランプリとかさ、その企画で金ばらまいてるのはいいことじゃない？キャスは落ち目だよ。落ち目とは思わないけど、もうなんか大手サイトになりすぎてて、これ以上伸びしろはないと思ってる。キャスはもう不動の地位を手に入れたよね。今ナンバーワンサイトだと思ってるな。あとはキャスはどれだけ運営がやる気あるかが試されてると思うね。いかに維持していくかっていうか、今のポジションを。大手サイトになっちゃったかんね。だけど課金がないっていうか、そこはでかいと思うよ。やっぱ稼げないっていうのは。プロ志向、大手ほどプロ志向だから、ニコ生はもうダメ。話になんないぐらいダメ。キャスはね、リスナー減ってるっつっても、なんだろう、増えることはないからこれ以上。それくらいでかくなりすぎなんだよ。今一番力あるのはキャスだと思うよ。間違いなく。それはね、配信者だから分かる目線っていうのがあるんだよね。アクティブの合計とか見てても、やっぱ人多いね。だし、ユーザーのダウンロード数が多分ぶっぱねてる。ふわっちはまだ気づかれてないだけで、サイトの力あるよ。ただの課金サイトみたいに思ってるのは、多分流れ変わると思う、これから。ここの運営頭いいよ。いや、だから大手ほど気づいてるよね。大手ほどね、ふわっちに逃げてきてるっつうか、ふわっちの方が美味しくねっていうのに気づき始めてんだよ。大手の場合、サイトもそうだし、運営もそうだし、配信者もそうだけど、ある程度有名になっていくと、これ以上増えないっていうところになってくじゃん。金梅さんとかさ、もうネームバリュー、うなちゃんマンとか金梅さんとかネームバリューありすぎて、もう新規リスナー取るっていう考え方じゃないからね。いかに神回を起こして、その、でっかいパイを取るかっていう考え方だから。石川のりゆきさんとか。だから都合のいい、自分の都合のいいサイトに行くでしょ。だから大手になればなるほど閲覧数じゃなくて金額になってくんだよ。そうそうそう。そりゃそうでしょ。仕事で食っていくためにみんな、ね、配信でずっと食っていけるとは思ってないから。人気商売だから。本当に。配信って。急に廃れたりするのみんな味わってるじゃん。香川さんなんか FC2 やってる時相当人いなかったよ。アクティブ、どれくらいだったかな？アクティブ30とかアクティブ20とかの時代経験してるから。1年ぐらい前。その時はやっぱ苦しかったらしいよ。香川さん。
だからこそ今があるんだろうけど、そのプロと提携して、企業提携して、そのスロットの仕事もらうとかね。ああいうのは大事だよね。業者とうまく連携取るっていう。俺は金が全てだとは正直思わないけど、そのやっぱ金がないと食っていけないから、プロでやってる人たちはそれはしょうがないと思う。好きな配信続けるためには収入得ないとね。金梅と緑また喧嘩した？いやもう、その辺は慣れ合いみたいなもんだから。その辺はプロレスだからさ。うん。その辺真に受けてたらダメよ。巧みな連携プレイだからだな。炎上してリスナーを囲い込む作戦でしょ。なんだかんだ言って大手みんな仲いいもん。そう、できれいっす、できれいっす。たまに力レースじゃない人もいるけど、いや俺まともじゃないよ全然。これは結構正確に難があると思ってる。今月いくら稼げるかな。子供の喧嘩、まあなあ、金持ってる人はな、金持ってるっていうか年齢いってる人とか金持ってる人は普通にあの雑談聞きたいって人多いからな。たまに神会はいいかもしんないけど、わちゃ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 してたら見るの結構疲れるからね。ああいうわちゃわちゃしてる配信見るの。あ、俺は太い囲いさんを作っていきたいよな。今の目標はガッチガチの太い囲いさん掴んでいって本当に食っていける環境、なんか長井先生みたいな配信が一番理想だよね。あれの雑談バージョンっていうか、配信で旅の企画とか結構金かかるから、意外とその金かかんないと思ってる人もいるけど、遠出したりとかね、あとね、旅費とか結構金かかるんだよね、みんな。疲れるよ。論破して和解しての繰り返し。
本当だね。そんなことずっとやってるからね。これはだから長く見てくれるリスナーさんをいかにゲットしていくかな、課題は。単純に放送のファンを作っていくっていうか、応援しがいがある配信者になりたい。あ、コラボ配信一回やってみようかな。あ、なんだ、延長今終わったところか。もったいねえからもう30分やろ。コラボ枠も興味があるんだよな。コラボやってよって言われてたからね。次はコラボ枠やろうか。いや、コラボってツイキャスと一緒でリスナーさんとか生主がコラボ放送できるんですよ、ふわっちは。それの機能を使ってみようかなと。まだ使ったことない機能だから。どんな機能なのか試してみたいじゃん。うん。太いパイプを使おうと思ったらリア充が障害になるかもね。いや、そんなことないよ。そんなことない。うん。彼女がいるかどうかってことでしょ。あのね、俺色売ってないから。要は俺の女性リスナー、俺となんか付き合いたいとか色気で見てないから、結構人間性で見てくれてる人多いから、そこは大丈夫だと思う。そういう配信スタイルじゃないから。さすがに生ポと付き合いたいっていう奇特な人はなかなかいないでしょ。あるある、支えてくれる人ってどこに寂しい思いあったりするわけよ。あるのかな。うん、どうなんだろうね。あんのかな。でも別に彼女いなかった時よりも彼女いた方が支援されてるよ俺。共感できるから支援みたいな。あ、それはあるだろうね。うん、それはあるよ。でも俺は彼女あげまんっていうか、彼女はすごいあげまんだと思ってるね。彼女と出会ってから配信の伸びがすごくいい。
人間性尊敬する？例えばどういうところ？俺に尊敬されるような人間じゃねえぞ。64名さんいらっしゃい。それはリスナーが感じること。なるほど。でもあれだな、なんか、改めて言われて思うけど、ニコ生で大手っていう認識の人多いんだね、俺のこと。俺はニコ生で全然大手じゃないと思ってたけど、リスナーさんの周りの評価だと、ニコ生では大手だったっていう、そういう評価なんだなと思って。5000人コンビって大手じゃないと思うんだけどな。フワッチっていうフィールドシステムに助けられてる部分あると思うんだ。あるね。ハマったって言った方がいいかな。多分ニコ生でもツイキャスでも今の結果は得られないと思ってる。なんかうまく自分のキャラにハマった部分があって。しかもこれ一過性のものだと思ってんの。半年も続かないと思ってるから、今がすごいフワッチで頑張るべきだと思ってる俺は。っていうのもその、フワッチのリスナーは多いんだけど、他から流れてきて。ただ、メインでやってる配信者がいないから、見るものがないと。で、そこそこネームバリューあるわけじゃん。和道っていうブランドに。で、あ、和道知ってる。見に行ってみようって。だから、ボーナス的な意味合い。過去積み重ねたもので離れてったリスナーさんが、出会う確率が高いと思ってるの。だから、俺は今、フワッチは、今、俺はフワッチはやるべきだと思ってる。ただ、半年後とかにどういう結果になってるかっていうのは、またその時考えないといけないなっていう。多分ね、大手がどんどんフワッチに流れてくると思ってんの、俺は。その時に生き残れるかどうかは、今現状の自分のやってきたことだけだね。アンチを沸かせるつもりはないかな。っていうのも、なんていうのかな。結局、アンチが増えたところで、なんだろう、人が5万といるのに、全然その金になってない配信者っていっぱいいると思うの。特に若いキャス系の人に多いと思ってて。それは、なんかこう、無料で見られてるってことなんだよ。要はその人には価値がないってことなんだよ。だから、それは意味がないと思ってる。俺は食っていくために配信始めてるから。あくまでその自分に値段をつけてくれる人を大事にすべきだと思ってるのね。無料で見てもらうのも価値なんだけど、それだけじゃ食えないからさ。食えなくてさ、1万人集めてるよりも、30人しか見てなくて食えてるやつの方が俺はすげえと思ってる。配信の後ろ側が見えないって魅力的に映るんだよね。そういう影の部分の演出も必要かなと思う。ああ。そうだね。
この人のこともっと深く知りたいっていうね。実はさ、今、風花が言ったことすごい重要なことで、マーケティングの中にあるんだよ。電通が考えたマーケティングの中に、そう、隠すっていう手法があって、あえて伝えたいことを隠すことによって、リスナーが調べてくれるっていう、結構、有名なマーケティング手法だね。エセアカとかぶっちゃけた話で閲覧少ないわけじゃん。閲覧少ないけど稼いでるからね。俺はまあ、なんだろう、金を、アイテムやった人が一番だとは思わないけど、でも、アイテムを送ってくれた人は優遇するべきだと思ってるね。そう。どれだけ印象的なことをやるかだからね。それは大事だよね、風花。ここでどれだけ羽ばたけるかだよな。いや、でもそれはね、結局ね、恋愛で金引っ張ってるわけだから、俺は嫌いなやり方なんだよね。俺は、それは長く続かないと思ってる。要は、恋心が冷めたら、お金払わないでしょ。ホストじゃないから、そういう引っ張り方もあるんだけど、ぶっちゃけ話。俺は、物じゃねえと思ってんの。リスナーさんは。だからそういう、その疑似恋愛したい層を相手にしてない、俺は。なんでかっていうと、そこで勝負してもイケメンじゃないから、勝てないと思ってんの。そこで勝負するんじゃなくて、この人のこと支えたいって思われないとダメなんだよね。少しでもいいからこの人の役に立ちたいとか、この人に金渡したら面白いことやってくれそうっていうワクワク感で勝負したい、俺は。はい、ナウシカさん一服いってらっしゃい。だから人間として好きっていう状態を作るのが俺の目標かな。恋愛的にそういうことはやるっていうのは考えてない、全く。それはね、長く持たないっすよ。それはね、女性に対して失礼なことだから。女性を物として見てるから。俺はそういうの嫌いな。それは違う。女は好きな男にお金は出してもいいと思う気も、ああ、そうかもしれないね。好きな人のためだったら惜しまないってことか。なるほど。
じゃあ、風か。とりあえず、風船投げようか。風か。とりあえず風船一発投げとこうか。ありがとうございます。ありがとうございます。愛情が届きました。風花さん、風船ありがとうございます。うん、とりあえずね、ここは流れ的にこびとこうかな。風船10個の愛情。あざす。いやもう、昔の配信、昔リスナーに言われたことあったな、女リスナーに。彼女ができても彼女は絶対配信に映さないでって言われた。うん。わかった、風花。そこまで言うんなら、花火一発投げよ。わかったよ、風花。わかったよ、風花。花火投げよ。うん。お前の愛情、お前の愛情、風船じゃ伝わらねえわ。花火はないんだ。花火、風船以上花火未満。いや、とりあえずね、打ち上げてもらわないとなと思って。和道に対する深い愛で。花火はないらしいわ。あんまね、恋愛でも駆け引き苦手なんだよ、俺。好きって言われないとね、好きかどうかわかんないから。花火は在庫切れ。残念です。うん。恋愛でもね、駆け引き苦手な方だから。うん。あんまり駆け引きはしないっすね。うん。次はかかってくるかな？とりあえず次枠あと15分後からコラボやってみようと思うけど、誰かかけてくるかな。やってみよう。まだそこまでの信頼関係になってないから。そうなの。花火って信頼関係なんだ。おやすみ、風花。ありがとね。また明日。おやすみ。アドバイス、ちゃんと覚えておくから。ありがとう。仕事をしてますよ、金梅さん。働いてますよ。67名さんいらっしゃい。痩せてない、太ったね、どちらかっていうと。紅茶家電さんいらっしゃい。フォローよろしく。むしろ太ったね。
ニコ生見てる男前になってる。そう。あざーす。おー、ロハコさん、マコツ。いらっしゃい。ロハコさん楽しんでってください。ロハコさん心配だったんですよ。大丈夫っすか？体調。気をつけてくださいね。お体ご自愛ください。ロハコさんフォローしてくれてるよ、俺のこと。ロハコさんフォロー、まあだったらフォローして。初見さんいらっしゃい、翔太さん。楽しんでください。あ、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。紅茶家電さん、ロハコさんフォローありがとうございます。ありがとう、紅茶家電。よろしく。翔太さんも面白かったらフォローしてください。お願いします。次枠、あと10分後からコラボとつまちやります。リスナーさんも気兼ねなく、とつかけてきてください。男前か、そうか。全然変わってないけど。ありがとう、ショーツさん。よろしくお願いします。フォロバーしないね、俺。基本的には。ロハコさん出てこいや。ロハコ、出てこいや。ローカさんどう？ヌマップは。楽しい？もうニコ生はもうやんない。もうこれからフワッチでメインやっていく。ショータさんフォローありがとう。フワッチが今熱いね。激熱だよ。今一番楽しい配信サイトフワッチだね。暇だからなんかやって。なんだよ、なんかやれって。キャスはやるかもしんないけど、メインサイトでやろうとは思ってないかな。閲覧伸びないから。ここだとね、アクティブマックス200ぐらいいくから、時間帯によっては。今日はまあリスナーさん少ないけど、これで少ないかね、アクティブ70で。普段200とか100とか普通に超えるから。俺はフワッチ向いてるかなと思ってる。ハッチはどつ。ハートありがとう。あざーす。キャスはまあ、俺キャス向いてないかなと思ってんだよね。年齢層若い配信サイトは向いてない。なんかキャスは多分やらないと思うよ。ハートプレゼントありがとう。いつも、いや結構、分回してるかな。仕事してる、朝から、朝10時ぐらいから夜夕方までは配信はやってないけど、それ以外は結構いろんな時間帯で分回してる。夜中にやることはあんまないけどね。もう朝か、4時か。じゃあ一回とつまち配信に変えようか。おお、花火ありがとう。びっくりすんだよな、これ。ありがとうございます。
うん、またまた、ありがとね、花火。いってらっしゃい。頑張ってください。花火のエフェクトびっくりするんだよな。コメント見てたら急にボーンって上がるから。びっくりするよな。何時まで配信すんの？仕事行くまで配信しようかなと思ってるね、今日は。うん。あざーす。うん。暇だったら、ナウシカさんもトツかけていいよ。全然。一緒に食べろよ。グンヤさんお久しぶりです。楽しんでってください。どうも。キャスリスナーですね。グンヤさんは。ご無沙汰です。仕事してるよ、今。A 型作業所って言って、障害者の働く場所で働いてる。うん、働きながら、その一般就労を目指すって感じ。そういう会社があるんですよ。じゃあ一回配信切るか。おつるのめんどくさい？じゃあ、とつまち配信に切り替えたいと思います。一旦落ちます。すぐ戻ってきます。お疲れ様。8名さんいらっしゃい。はい、毎度。はい、たまたまろうさんはどつ。いらっしゃい。いらっしゃい。お疲れ様。おお、ブルさんいらっしゃい。楽しんでってください。おはよう、花火。花火さん、おはよう。ナウシカって呼んでください。オッケー。ナウシカいらっしゃい。ユパ様。おー、花火ありがとうございます。あざーす。朝、おー、びっくりした。2発目かよ。びっくりしちゃった。あざーす。2発かよ。予想外だったぜ。あざーす。ブルさん、あざーす。Yeah. Here we go. 暑い朝だね。暑。あざーす、ブルさん。ゲットだぜ。あざーす。頑張ります。お、起きたか。寝てるか。うん、すげえ。
朝から景気いいぜ。風船ありがとうございます。あざます。ふわっち、もうやめる理由がないんだけど。ふわっち超好きなんだけど俺。最高だよほんと。風船ありがとうございます。風船あざます。はるちゃん風船ありがとう。レッツノート30万もしねえな。レッツノートね、今俺が欲しいと思ってるやつ30万もしねえわ。プレミアムエディションいくらだろう。どこに値段書いてあるんだこれ。プレミアムエディション、あーするか。264,128円だ。風船ありがとうございます。うーん、 LTE 対応モデルにすると高いね。 i7 コア i7 搭載モデルだと31万5000円か。すげえな。レッツノートプレミアム26万。うん、プレミアムエディションね。メモリ16ギガあった方がいいよな。やっぱ結構高いやな。一番高いやつが35万だね。SSD 1TB。Core i7。もはやノートパソコンの域を超えてるよね、これ。ノートでハイスペックすぎるわ、これ。Mac Pro ぐらいの性能あるね。やっぱ30万見とけば、まあいいやつ買えそうだね。一番いいやつは35。うん。配信はやっぱレッツノートなんだよな。どうせ買うならハイスペックでしょ。長く使うもんだしさ。パソコンって買い時難しいよね。昔から買い物一番難しいのパソコンだよね。パソコンとスマホは新しいのがボンボン出るから。うん。2年に1回買い替えろとか言ってるところもあるし。本当に難しい。あ、レッツノートは手に入れてえよな、やっぱ。
買える金があるとき買い替え時じゃない。そうっすね、本当に。本当そうだと思いますね。パソコン、まあ、壊れてるっちゃ壊れてるんだけど。パソコンなくなると本当配信できなくなるからね。妥協して26の万の方がいいんじゃね。妥協しても何も、金がねえかんな。本当に。とりあえずまず金貯めるところから始めねえと。あと半年は持ってもらわないと困るね。今のパソコンに。どうにかこうにか配信頑張っ。欲しくても先立つものがなければ意味ないし。確かに。そうなんですよね。とりあえず配信で稼ぐ。もう半年後には絶対にぶっ壊れてるから。USB で壊れたでしょ？キーボードも5、6個打てないのがあるでしょ？で、なんかシャットダウンすると、つかないとき、5、6回再起動したらダメだし。もう、寿命間近だよ。本当に。マジでぶっ壊れかけ。マジでやばい。多分どうにもなんないと思う、今回のは。もうだってさ、買ってもらって1ヶ月目でウナにぶっ壊されてんだもん。買ってもらって1ヶ月目にバーンってブナにクラッシュされてんだもん。最悪だよ、本当に。今聞いてふっと思ったけど、利息は払えるけど、元金まで返せないみたいな状態？あー。あれはね、笑ったよね、さすがに。俺、ショックだったもん、マジで。憧れの配信者にパソコンぶっ壊されるってなかなかない経験だよね。ずっと憧れてて、やっと会えたと思って、一目見、会った瞬間にパソコンぶっ壊されるんだよ。やべえなと思って。うん。3万だよ？ゲルゲには指一本触れてないよ、俺。うん。ゲルゲには、うるさいから帰ってくださいって言われて、わかりました、つって帰りますって言っただけ。うん。3万がぶん投げたんだ、いきなり。で、すぐドアバターンって閉められた。ゲルゲは指一本触ってない。俺もゲルゲも。違いだよ、ほんと。器物破損だから、普通に犯罪だからね。まあ、そうっすね。でもさ、丸一日ディスり倒されたらリア突するよね。丸一日ディスり倒されたんだよ、俺。ちょっと店に顔出して、配信もつけないで、ご飯食べに行ったらダメですかって、食事したらダメですかって言ったら、おぉ、おめえはダメだよ。できんだよ。とか言われて、わかりましたって素直に帰ったの。そしたらさ、もうずっとさ、わぁ、どうかよ。配信つけて、見せきやがってよ、あのバカがよ。とか言って、俺配信パソコン置いていったのに、嘘ばっかりつくんだよ。クズだよ、あいつはよ。とか言って。朝までディスられたから頭きて、じゃあ言いたいことあんなら直接言い合いましょうよ、つってリアとしたんだよ。そしたらピンポンしても、おめえダメだ、帰れ、とか言って。うん。草だよね、ほんと。ミスター配信者だよね。いや、すごいわ、ちゃんまんは。自分でに？うん。すごい。あの人は配信者だよ。ミスター配信だよ。ミスター配信。なんでその後仲良くできるの？僕結構さっぱりした性格なんですよ。まあいいかな、みたいな。あんまり引きずらないんですよね、僕。根に持たないっていうか。なんか、根に持つの嫌いなんですよ。なんか、まあ、会ったことは会ったことでいいや、みたいな。うん。結構、水に流す性格っすね。うん。仲いい方がいいじゃないですか。
喧嘩してるより。意外とさっぱりしてるんですよ。トツって和解できればいいけど、大概は論破。大概泥沼化するからね。ああ。それはあるよね。大体収集がつかなくなるんだよ。でね、これさ、気になったんだけどさ、ふわっちのデイリーランキングとか、マンスリーランキングっていうのは、これはポイントで競ってんの？これよくわかんないんだけど、俺見方がわかんないんだけど、ここの数字で競い合ってんの？これ。ここの、なんか、このマーク。ここの数字が多いと、マンスリーとかデイリーが上に行くってこと？で、このマークは一体何なの？これはタイムシフトを見た数ってこと？これはわかるね、閲覧数なのは。これはポイントの数ってこと？これどういう基準でこのマンスリーとか選ばれてんのかわかんないんだよね。だから閲覧少ない人が上にいたりとか、これってあれだよね、ポイントだよね、ここ。ニコ生でリアとしてリアルで喧嘩した人いるんですか？俺、あれっすよ。もう警察沙汰になってるぐらい一回ありますよ。沖縄からわざわざリアとしに来て、お前のこと殺すって言われて、で、帰り討ちにしましたね、うん。これはどういう基準なんだろう。これはなんだ、ポイント？ポイントの数なのかな。基準がわかんねえんだよな。マジっすよ。お前のこと今から殺しに行くって言って、沖縄からエンジェルギノワンってやつが来て。うん、全然ありますよ、そんなの。多分そうっぽいよな。4万8000だから、多分これポイント数だな、うん。デイリーランキングとか見てみようかな。マンスリー、デイリー。あ、多分そうだな。ってことは金杯10万もか、もう5万稼いだのか。すげえな。多分ね、これね、ポイント数なんですよね。デイリーランキングとか。ポイントが多ければ多いほど。うん、俺、何位なんだろう。俺、ランキング1800だから、多分そうっぽいな。おー。面白いよな。エンジェルに勝った。勝ったやつが普通に返した。謝らせて返した。警察来たらビビってなんかすいませんでしたとか言って。うん。あ、最近ふわっち来たんだ、ナウシカも。太いか濃いがいればいるほどランキング上位に行くっていう仕組みなんだね。多分ね、コメント至上主義でも閲覧至上主義でもないね。そうそう。アイテムを稼げば稼ぐほど、上に行くって仕組みだと思う。アイテム至上主義なんだよ、多分ここは。面白いね。先々月の1位はアイテム2000万円投げさせた。すっご。2000万。どんな金持ちだよ。2000万。
配信に。やば。いや、土下座してさ、アイテムくれるんだったらいくらでも土下座するよね。減るもんじゃないし。そう思わない？配信で土下座してさ、花火もらえるんだったらいくらでもさ、土下座するよね。イスラムみたい。アッラーが怒るよ、そんなこと言うと。うん、すげえ。やべえな、この世界。ふわっちはルールが特殊すぎるわ。うん、面白いなぁ。奥深いわ。たまたま先日の30時にその人の配信見たらアイテムすごかった。うん。煽られてオワコンになるわな。そりゃそうでしょ。うん。っていうかずっと土下座しっぱなし放送とか面白い。一回ね、あれやったよ。そう、ポイント100ポイントもらうためにスクワットするっていう配信やって。すっげえ辛かった。もう100回ぐらいスクワットされたの。配信中ずっとスクワットしてるみたい。10ポイントで1回スクワットかな。うん。やばかったね、あれは。FC2 でもやってみようかな。うん。そう。花火一発上がるごとに5回スクワットする配信とかウケんじゃないの？金持ちがいじめに走るって。潰しにかかるって。スクワット詐欺とかされたか。スクワット詐欺ではないけど。うん。それ今からやってみる？やってみる？今から。寝てないっすね。今からやる？企画。うん。やってみる？どれくらい来るか。もしかしたら爆発するかもしれないよ。やってみようか。ちょっと一回配信切ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。